皆さんこんにちは。数々の名曲を生み出し、歌だけでなく個人の活躍もすごいアイドルグループキング&プリンス、そんなキンプリのメンバー平野紫耀さん、岸優太さん、神宮寺勇太さんが5月22日をもってグループを脱退し、翌日23日からは永瀬廉さんと高橋海人さんの2人体制となりました。キンプリの新体制アピールによってファン離れが加速していることも話題となり、グループの勢いも落ちている現在、もう限界なのではという声が多いといいます。今回はそんなキンプリが限界と言われている原因についてさまざまなことを調査しましたのでご紹介いたします。ぜひ最後までご視聴ください。キング&プリンスの永瀬廉さんと高橋海人さんが23日新曲リリースとライブ新番組について生配信で発表し、新体制での活動をアピールしました。前日の22日をもって平野紫耀さん、岸優太さん、神宮寺勇太さんが脱退し、平野紫耀さんと神宮寺勇太さんは脱退と同時にジャニーズ事務所を退所しています。悲しむファンに永瀬廉さんはもう泣くな泣くなと呼びかけつつ、2人体制となったキンプリの新たな活動を発表しました。6月21日に新曲「何者」の発売、7月2日に東京有明アリーナでファンミーティングの開催、日本テレビ系キンプルの後継番組キントレが7月1日からスタートしました。7月2日東京有明アリーナでグループ初のファンミーティング、キング&プリンスと打ち合わせ後開催したキンプリ2人体制になって初のイベントで、永瀬廉さん、高橋海人さんの言葉から感じたのはファンファーストの徹底とそれゆえの攻めの姿勢でした。この日のファンミーティングでは8月16日に新体制初のアルバムピースを発売し、同27日から全国ツアーもスタートすると発表していました。シングル、ファンイベント、アルバム、ツアーと続く流れには非常にスピード感がありますよね。5人から2人になるにあたって物理的にもスケジュールがハードだったでしょうし、心が揺れ動いたりすることもあったはずです。永瀬さんは打ち合わせをしすぎて、これ何の打ち合わせやったっけみたいになっていたと言います。2人でもライブを開催したり CD をリリースするのか、そもそも音楽活動を続けるのかなど不安に感じたファンも多かったでしょう。この形、2人体制になるという段階ではまだツアーがいつできるかもわからないような状態で、永瀬さんは振り返りました。でもなるべく早くファンの皆さんを安心させてあげたいし、皆さんの前に立てる場が作れればと思って事務所の方にいろいろお話しさせていただいた結果、ファンミーティングという形になりましたと開催の経緯を明かしました。5人から2人になると単純に分担は増えます。ライブの MC も当然2人で喋り続けるわけですし、パフォーマンス面や楽曲のいわゆる歌割りも増えます。それでも永瀬さんは言葉を選ばずに言うと負担が増えるのが苦じゃないんですよねとさらっと回答。やっぱ楽しいからその負担すらも苦じゃないなって感じました。2人という空間に食らいついていくのも新鮮ですし、充実感がありますと言い切っていました。しかしこのファンミーティングでファンからは批判が相次ぎました。原因は借り物競争というコーナーでのこと。ファンミーティングにこんなもの持ってくるというものだったそうなのですが、いざお題が発表されると永瀬さんはリモコンやドライバーなどを手にする一方で、高橋さんが定規を受け取ってしまったんです。高橋さんがおもちゃを見つけた子供のような目をして嬉しそうにその定規を掲げると、会場は一瞬静まり返りました。どうして定規が物議を醸すのか、それはアイドルの公演では推しの名前やメッセージを書く応援うちわが定番ですよね。それらを定規で複数連結させ、より目立たせようとするファンがいるそうなのですが、しかしジャニーズ事務所公式サイトでは、うちわは装飾も含めて規定サイズ以内にすること、
また規定内であってもうちわを複数つなげるなどして周りの干渉の妨げとならないようにご注意くださいと明記されているのです。つまり連結うちわ、それに使用する定規自体がファン同士暗黙ルールとなっており、そういうタブーに使っているものだということが一目瞭然で、高橋さんが無邪気にキャッキャして良いものではないということになるのです。実際に会場にいた人からも空気が凍りついていたという報告が多数上がっていました。さらにはファンの認知という NG 行動、ステージ上で明らかに特定のファンを指した発言はアイドル側のマナーとして基本的にやらないことが多いのですが、2人がファンにあだ名をつけているのかという話の流れになった際に、高橋さんがファンにあだ名はつけてないね、おのおののとした上で、あ、でも覚えてるよ、いつもライブでね、虹色のうちわを生涯カイトタンありがとうございますと発言、言われた方は嬉しいでしょうが、羨ましいという声の一方で、マイクを使って言うことなのかとモヤモヤしたファンも少なくなかったようです。高橋さんは問題行動連発だったのですが、一方の永瀬さんはちょうどいい距離を保っていると言われ、新体制で早速2人の人気に差が開き、グループとしてもファンが離れていく要因となりました。2人だと残念な感じだったな、ダンスバラバラな上に歌も微妙で見応えが全くなかった、上手い人みんな辞めちゃったからね、昔の曲歌われると2人じゃ寂しいなどのパフォーマンスにおいても満足できないファンも増えています。なんとも幸先の悪い再スタート、これが原因となったのか、先月発売された新生キンプリとしての初アルバムピースが残念ながら過去最低の初日売り上げを記録してしまいました。今回で通算5枚目となるオリジナルアルバム、2人が歌いたいにこだわって選曲した楽曲が収録され、永瀬さんと高橋さんそれぞれのソロ曲も初収録、デュオになってからの2人らしさが前面に押し出されたアルバムとなっています。しかし15日付のオリコンデイリーアルバムランキングでは初登場1位ながらも、推定売上枚数は 26.4 万枚という結果、過去のアルバムは軒並み30万枚を超えていたため、今作が歴代最低の売上となっています。岸優太さん、神宮寺優太さん、平野翔さんが脱退した後のアルバムなので、売上が下がるのはある程度仕方ないでしょう。しかし2人体制になってから初めてのシングル何者は初日売上 46.1 万枚と好調な滑り出しを見せていました。シングルでハーフミリオン近い売上を記録したのであれば、アルバムの初日売上も30万枚を優に超えても良さそうなものですが、現実はそう簡単にはいかなかったようです。ジャニーズは性加害問題以外にもスキャンダルが続出しています。この問題が直結しているわけではないのでしょうが、若手の中で売れに売れまくっていたキンプリの急降下ぶりは今後のジャニーズの経営にも響いてきますね。幸先の悪いスタートを切った新生キンプリに対して、 2B 組の平野さんと神宮寺さんは絶好調。8月14日に平野さんは自身のインスタグラムで初の単独生配信、突然のインスタライブにもかかわらず約36万人が視聴するほど大きな注目を集めました。さらに16日には 2B の公式 LINE に平野さんが初登場、どうも、ショーですと挨拶し、襟足を16から17センチほどカットしたことやお盆期間中の過ごし方などを報告していました。同じく 2B に所属する7人組アイドルグループインパクターズ改め IMP は14日に公式 YouTube チャンネルを開設、18日時点で公開された動画はいずれも40万回再生を記録、18日には世界同時配信シングル曲クルージンでデビューを果たしました。さらに7月14日に開設されたばかりの 2B 公式 TikTok もすでに70万人以上のフォロワーを獲得、所属タレント全員で撮影したショート動画は300万回再生を突破しており、
SNS を駆使したファン交流が目立っている印象。ジャニーズに残った永瀬さんと高橋さん、片やジャニーズを去った平野さんと神宮寺さん、今後は9月、10月初頭には岸さんの合流が待っていますね。ファンの奪い合い待ったなしです。果たしてここから躍進を遂げるのはどちらのメンバーなのでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回はキンプリがなぜ限界と言われているのかをご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。